真面目にお話をしたいと思います。皆さん、このニュースは知っていますか？北朝鮮、アメリカと戦争する。今日はマジで真面目に話すぞ。今日、4月の15日なんですけど、このニュースを知らない人に言っておきます。今現在、北朝鮮とアメリカがガッチンコの、喧嘩をしております。それはどういうことかというと、北朝鮮がミサイルを発射するということです。それに対してアメリカが戦争を始める一歩手前まで行っているそうです。はい。それだけならまだ日本には被害がないんですよ。けどアメリカと戦争するということは日本にも攻められるということで、非常にまずいことになっております。ミサイルを撃ってくるとした中心都市の東京か、まあ、アメリカの軍人がいる、沖縄なんですけど、こちらの図を見てもらった通り、ツイッターではなんか東京に撃ち落とされた場合の被害みたいなのが書いてあります。ということは、東京に落とされる可能性が高い。つまりだ、それは。経済の状況が全て終わるということ。日本の終わりが近づいている。つまりだ、日本の東京にでもミサイルを落とされたとしたら、まあ、この日本は、終了するということですね。この戦争に対して、俺は言いたいことがある。俺たちの積み上げてきたものは一体なんだ？この動画を見ている学生さん、今まで僕たちは一体何のために勉強してきた？いい高校に行き、いい大学に行き、いい就職先に就くために僕たちは勉強してきた。なのに、この戦争で全てが奪われる。僕たちは一体何のために勉強してきた？俺らの努力は全て水の泡だった。どうしようもすることができない。安倍総理さん、こんなに北朝鮮とアメリカがこんな仲悪くなっている今、お花見なんかしないでくださいよ。僕たちを守ってくださいよ。俺の夢も儚く散ったのだ。もし近々ミサイルがこの日本に落とされたとしたら、まあ、必ずしも東京に落ちるとは限らない。進路が変更になって僕の住んでいるところにもしかしたら落ちるのかもしれない。そして僕が死んでしまったら、俺はこの今回で最後の名探偵コナンを見たかった。俺は名探偵コナンを見るまでは死ねないんだ。俺は名探偵コナン、ゴールデンウィークに見に行こうと思っていたのに、近々に落とされてしまったら、俺はコナンを見れず一生の後悔を得て死んでしまう。あと進撃の巨人第2期も全部見たかった。僕そこで提案をしたいんですけど、なんでわざわざ戦争とかで決着をつけようと思うんですか？ぶっちゃけカードゲームで話をつけたらいいと思うんですよ。なんで戦争みたいにさ、誰も得しないさ、やり方で決着をつけようとするの？キム・ジョンさん、アダルトトランプさん、ぜひカードゲームで決着をつけてくれませんか？カードゲームなら誰にも迷惑がかからず立場が上っていうのがわかりますよ。なんで戦争なんて誰も得のしないやり方で決着をつけようとするんですか？なんでそんなやり方でやろうとするんだ？まあ、おそらく僕がこんなことを言ってもこんな考えを通らないと思うので、最終手段に出たいなと思います。仮に北朝鮮がミサイルを僕の家に撃ってきたと仮定します。こちらを使って、ちょっとミサイルを受ける練習をしたいなと思います。要するに、ミサイルが飛んできたところで、受けちまえば勝ちなんですよ。まあね、不意打ちで撃ってくる可能性があるので、上を見ずにやります。ミサイル！これは爆発ですね。もっと真剣にやらないと。ミサイル！爆発ですね。ミサイル！よっしゃ！取れた！では、次が本番だと仮定します。これを受けられなかったらもう本番では実践するなっていうことです。行くぞ！行くぞ！俺の命がかかっているんだ！行くぞ！3、2、1。ミサイル！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 いっつー！